私が乗ったジェットコースターは8人乗りでした。正解です。1車両定員8人、1列に2人並んで座って。じゃあ2士が8で8列ですか。4列、失礼しました。2人かける4列で8人と言いたかったんです。ただし私の後ろには1人しか座っていなかったので、ええ、実際に乗っていたのは7人でした。そうです。浅田さんは何列目に。3列目です。3列目です。あなた、こうしませんか。あなたが、あ、柴です。柴さんがご存知のことをまず話していただいて、それから私が補足するという形。それはだからおっしゃったじゃないの。柴さんはあなたの口から聞きたいのよ。ああ、お願いします。着地したのは地面でしたね。他の方もみんなそうだったのかと思う。いや、その前に売店の日よけに当たって、それから芝生に、柵に囲われた2メートル四方ほどの芝生です。数センチずれていたらアスファルトでした。本当によく。もう一人の方は木です。木、葉っぱの生い茂った枝ぶりのいい堂々たる大木が受け止めてくれたんです。そうですか。それも条件は浅田さんと同じです。木の周りの地面はアスファルトで覆われていました。奇跡ね、本当に。未だに信じられません。その方にも取材を。私の方を先に。その方と。あ、ですから助かったもう一人の。あ、僕ですか。いや、あなたじゃなくて。だから、ええ、二人の生存者のうちの。あ、僕です。あなたの。僕です。あなたなんですか。僕なんです。そうだったんだ。あれ、エイサー記者っていうのは。あ、記者じゃない。記者でもないんですか。ないんです。というか他には何ではなかったんでしょう。え、だって記者でもないとおっしゃったでもメモを取ってらしたの。あ、それは最初にメモはよろしいんですかと言われたので慌てて、その証拠に何も書いてません。いや、本当だ。書いてないなとは思ってました。そうなんだ。